はいどうも、 YouTuber の米田金、略して米金です。今日はなんと私の尊敬するシニア YouTuber の方とお話ししたいと思います。え、繋がってるの？この方、中田よし子です。よし子ちゃんはね、1931年に台湾の台北市で生まれた現在91歳の YouTuber さんなんです。元気ですね。よし子ちゃんは千葉の自宅でピアノ講師として40年以上いろんな人にピアノを教えてるんです。よし子ちゃんが演奏すると言われるそうですよ。君の演奏は度が過ぎる。ズコズコニャーニャー、ズコニャーニャー。さすが米金ちゃん。よし子ちゃんはなんと82歳の時に YouTube を始めたのよね。そう、そうなんですよ。じゃあ今は編集とかは誰がやってるの？お友達のね、可愛い男の子がやってるのよ。米金にも紹介してちょうだい。いや、取られるから。よし子ちゃんの YouTube で大人気の企画があります。それは逆さ歌。逆さ歌ってにゃんだ。じゃあまず早速よし子ちゃんに1曲やってもらいましょう。ふなりしおめだむしあわるこあらたかねあいにみけどしゃぼないことないよな。にゃんと不思議な歌だにゃ。ねえ、でも何の歌だか全くわからない。わからないだにゃ。え、じゃあ今のを逆再生すると？あの日やの時やの場所で意味や。この歌は？わかった。ラブストーリーは突然にだにゃ。正解。すごいだにゃ。すごいわね、よし子ちゃん。これえ、いつからこの逆さ歌始めたんですか？もう30年くらい前よ。なんとー、なんとー。私がこれから演奏しますから、何を歌ってるか米金ちゃんも当ててね。はい、頑張るタニア。ティブヨのゲサムザホタカエコドティナタナエサボサオロコアラナティラゲオエムイアユレラオカモエナティナロサティラアラティアサガナハキルパ。これはありのままのあの歌あったじゃないか。ありのままのあの歌、ありのアナと雪の女王。それ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 だにゃ。あー、でもあるかもね。ブーし、間違えたのや。アプリカアナガサいたら晴れた空にたんえよまこ。あ、この歌パプリカだにゃ。パプリカか。あ、そうか、悔しいだにゃ。心遊ばせあなたに届け。でもいい曲って逆にしてもいい曲なんだね。そうだにゃ。ねえ、ちょっとなんか分かんなかったな。悔しいだにゃ。さあ、じゃあ続いての曲お願いします。当てるだにゃ。あー、すれみじゃひさがさらきしあさびあさおやもえーたたにみじりしえたんたんずれずれ
ずねずさぎみ。おやなちけったいえてかげもは、たきあがわのていくもの。おやてみじゃしさがそいみかう、こうやけずねずねずねずぞりみ。あれなんか。わかったでしょう。ダン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 とかダンダンダンみたいな。そうそうそう、それだじゃん。繰り返すメロディーじゃない？ヤンキチわかんじゃない？わかっただじゃん。何？全然全然だじゃん。お。逆再生したのがこちらです。はい、君のゼルゼルゼル、僕は君を探し始めたよ。その不器用な我が家をめがけてやってきたんだよ。君がセンセンセンなくなって知り知りになったってもう迷わないなさいしか探し始めるさ。すごいだにゃん。すごいにゃんた、すごかったね。ヨネキ、俺の名前にゃんたじゃないよ。今にゃんたって言ったよ。私はにゃんきちだ。にゃんたって誰だにゃん。あのにゃんきちゃんも、うん、この歌歌えるようにやってみてくれない？あ、挑戦するだけか。ねえ、にゃんにゃんたんだって普段ギターも弾くもんね。にゃん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 、にゃんたじゃないわ、にゃんにゃん、にゃんきちだわ、にゃん。エディティまた。さあ、私は何て言ったでしょうか。わかりませんよ。